ございました。今日も面白かったですね。たくさん笑いました。お腹痛かった。今日は暑かったね。私そんなに今日はね外歩いてなくて、あまり暑さを感じずに過ごせました。前髪いい感じね、切りました。めっちゃ暑かったの。でも暑くなるって昨日なんか予報で見たから。そう、金曜日はね結構ないんですよ。だから黒くるに出られるっていうのもあるんですけれど、午後から日が出てた。そうだったんだね。もうクーラーもねずっとつけっぱなし。静岡39度だったんだって。大変。お仕事とかね、もう外に出るのお仕事とかしてる人はもう大変そうね。でも明日東京は少なくとも明日はまだ暑いけど、そこからどんどん気温が少しずつ下がってくるらしいよ。私調べ。静岡県、ああそうだよね、お疲れ様でした。みんちゃん東京ゲームショー2020来ますか？お仕事ではないですね。ないな。リップいい感じね、ツヤツヤです。久しぶりにバッチリメイクしたかも。お稽古行く時も、まあ、するけど、でもなんか必要最低限って感じだから、今日は全てバッチリです。まつげも久しぶりにあげました。バッチリ、そんなにゴリゴリじゃないけど。出た、この定期的に来る最近ツッコミで叩かれたかという質問。でもそんなね叩かれてた時期もないんですよ私。なんかこれ聞かれるんだけど。あんまり叩かれるキャラクターじゃないんですよ。嘘だ、叩いてた時もそんなにないよ。あ、クロちゃんのってこと？ないよ、ないないない。あ、今日ビンタしたクロちゃんに。すっごい思いっきり叩いちゃった、ごめんなさい。めっちゃビンタ上手だった。上手だったな。いいな、いいなってどういうこと？あらら、 iPhone 新しくしたら写真全部消えちゃったんだって。かわいそうに。いやー結構ショックだよね、写真とか。最近のもので保存した、あでも自分が撮ったやつだったらもっと悲しいか。かわいそうに。なんか昔のやつとかさはもう無理だよね。アイクラウドもちょっと難しいもんね。わかる。かわいそう。あれ連休ってまだ来るの？これから。あれもう終わったのかと思った。まだあるんだ連休って。明日から？あ、そうなんですか。
あんまり関係ないからな。うん、祝日は絶対に休みになりますとかはないから、あんまり気にしなくなっちゃったな。今までさ、お買い物行くときは平日の、まあ、比較的世間の人が働いてて、あのね、そういうあんまり人だかりになってないようなそういう時を選んでお買い物行くようにしてたんだけど、まあ、快適ですね。でも思うのは、そうするとお買い物してる時に店員さんにこう話しかけられやすくなってしまうってことに気づいて、私結構お洋服選ぶ時はあんまり人のアドバイスとか求めないというか、自分で欲しいなと思ったものをなんかこう考えながら一人で黙々と考え、なんかすごい大丈夫ですか？そう、考えて書きたいから結構あんまりあの店員さんの助けはいらないというか、だったらすごい人が多い時に行って店員さんが他の人にこう行ってる時にちゃちゃっと買うのがなんか意外と快適なのかなと思って、苦手とかじゃないんだけど、私やっぱりこうね、かけられたらさ、なんか無視するわけにもいかないじゃない。そう、レジ待ちとかそんなにストレスじゃないから、うん、なんか軽く「なあそれ可愛いですよね」ってこうおすすめしてくれた時に「うん」ってやったり、それか私なんでいまだにさ、まあ一人で歩く時はエアポッドとかしてたりするんだけど、有線のイヤホンをこう未だに使ってるかっていうと、その音楽聴いてるよみたいなお買い物してる時とかに、そう本当に音楽聴いてたりする場もあるんだけど、そういうのでちょっとわざと使ったりする時あるかも。本当に聴いてる時もあるけど、そうそう、だから大丈夫ですよっていう意思表示、うん、あこの人は自分で選べたいんだろうなみたいな。ヘッドホンはね、あのパソコン用のしか持ってない、あのレノボさんのゲーミング PC のあのあれあれよあれ、今のところそれしか持ってないので、懐かしいね。ちょっと なんでこんななんでもない日に、サトシありがとう、ありがとう、なんでタワーが立った、嬉しい、ありがとう、どうして嬉しいからハートあげる、ありがとう嬉しい、ありがとう、久しぶりだから、顔出し久しぶりだから、マリナ、やだ、ありがとう、どうしてみんな、ありがとうございます。じゃあお星様あげる、お星様あげるとか言ってできない、ちゃちゃちゃありがとう無理じゃない、星できないわ
なんでできないのにやろうっつったの。押し上げる。そうなんです、今日パカ。帽子かぶってかっこいいフードだよ。明日もお仕事。そうです、明日お仕事です。暑くないの？うん、全然クーラー効いてるしね。明日はあのお衣装のこととかやってたりしますかね。お、今日月綺麗だって。昨日も綺麗だったね。りんちゃん焼き鳥行かな。あ、行きたい、めちゃめちゃ行きたい。いいね、早く焼き鳥屋さんでこうビールと焼き鳥とご飯みたいなやつやってみたいな。いいね、なんか巻いた時全然なんかビールに魅力を、ビールの魅力に気づいていない時だったから、そう、もう美味しいってこう知っちゃった今。早くそれやりたいよね。話の YouTube 出てるね、まるちゃん出たいな。あれあれはビール縛りなんですか。あれはいいな、楽しそう。あれなんだろうね、なんかやっぱり不思議とさ、なんかファンの人の前で、今はそういう感覚あんまりないけど、お酒の話をするとかお酒を飲むっていうことがなんかやってはいけないことみたいな意識というか、なんかそういう感覚だったからずっと。なんだろうね、そういう感覚だった。でもある時からやっぱりちょっとなんか変わってきたよね。なんか番組でもそういう大人のメンバーは飲むみたいな、なんかそういうのあったから。ああそうだね、確かに周りに未成年の子がたくさんいたってそれもあるのか。うん、してはいけないことみたいな、なんかそういう意識がとても、うん、強かったかも。ショールームでは飲酒はダメだから。あ、どうだったんだろうね。え、わかんない、覚えてないよ。したことない、なんかしようと思ったことなかったから。え、どうなんだろう。そんなにの、まあ、日常になかったからな。うん、自分の中でも本当になんか高校 1,2 年でっていう感じかも。お酒はお家でも飲む、いや最近は全然。でもみんながこう、みんながってみんながこうプレゼントでくれたり、あとなんかこう自分が卒業しましたとか誕生日のとか何かが終わりましたっていうタイミングでこうスタッフさんとかもくださったりして、なんか大事な、そう何でもない日に気軽に飲めるっていうものは今お家にないから、そうなんか特別な、なんか意味を持ったこういう
なんか瓶とかものがあるので、それはやっぱり誰かお友達とかメンバーが来た時に、そういう時に一緒に開けたいなっていうのがあるから、いただいてもなんかね気軽に、うん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 、そうそうそう、お家ではね、ほんと水かスターバックスのペットボトルなのコーヒー、そんなものかな飲んでるの。めっちゃ健康的だった。でも一回 CM みたいにさ、冷蔵庫の一つ棚に綺麗にこうビールが綺麗に揃ってるみたいなのをやってみたいなと思って、 3,4 本でちょっと見た目重視で置いてみたんだけど、あ、ダメだそれあると飲んじゃうねと思ってもうやめた一回一回あの CM のやつ憧れない？あの開けたら綺麗にこう並んでるみたいな同じやつが、一回やってみたんだけどこれダメだなと思ってやめましたね、憧れるよねあれ。その時は4本ぐらいってちょっとやってみた。今冷蔵庫に置いてあるやつ大きい、こういうボーンっていうワインとかあるんだけど、そういうのはさ、なんか開けたらさすごい飲み切るのに時間かかりそうだからと思って簡単に開けられなくて未開封のままずっと大事に取ってあります。で全部にそういうの付箋貼ってある几帳面じゃない？すごく。これは茨城の日立市の人がくれた、なんたらかんたらとか、これはエスカルゴ写真集出してこういう人がこのお祝いでくれたとかそういうちゃんとやってるのだから簡単に飲めないというか、卒業の祝いで誰々がくれたやつってちゃんと書いてる。熟成さ、いやなんかそういう熟成をさせてるっていう感じとか、なんかもう本当に大事な時に飲みたいなって。そうでもその大事な時がなかなか訪れなくてもずっと眠らせちゃってるんだけど、そうなんです。え、みんな知ってる？私デジタル写真集出すことになったの。わー嬉しい始まった時に最初に言えよってね。そうなんです、嬉しい、本当皆さんのおかげです。本当にもうこれはエスカルゴあってのお話で、紙で言うと9月30日に発売される週刊プレイボーイにも紙面に登場させていただいて、と同じ日にデジタルで集英社さんのそういうなんかサイトがあって、そこで
出させてもらうみたいな感じで。うん、これはエスカルゴの時に撮った写真はないです。その旅の続きっていうことでまた違うところに撮影しに行って全部完全に全部新作というか新しいカットとかじゃない、新しいカットです。完全に7月頭ぐらいかな。タイトル変わります。こうやってデジタルでっていうのも新しいあれなので、だからちょっとまだもうそろそろ出ると思うんですけど、その宣伝用のじゃないけど写真はまだ出せてないんですけれど、確かにそうですね、実質もう2冊目ぐらいの紙ではないんですけれど、タイトル違いますね。今回はその秋元さんが考えたとかじゃないけれど、でも主演者のその担当の方がエスカルゴを決めた時に秋元さんがこう何個か案をくださって、エスカルゴ以外にもで、その中からちょっといろんな言葉を借りてその中からっていうニュアンスで言うと、ああそうそう、漏れじゃないけど、まあ候補の中からあった言葉とか、あ、秋元さんって私にこういうイメージ持ってるんだみたいなのをそうなんか抽出してみたいな。洋風ではないかな。そう、オンラインサインもやるのでぜひぜひ、え、絶対来て10月16日にやるので絶対応募してほしい。え、もうね、最初のカットから神がかってた。え、自分で思ったもん。え、すごいって。同じチームなんですよ、写真集で撮らせてもらったチームと。そう、カメラマンも中村、そう、和孝さんで。いやもう楽しかったし、一度こう一緒にやらせてもらってる方たちだったので、スペシャリストだったので安心して、もうなんかもうほぼほぼ遊びにいたって感じ。そう、写真集出させてもらってお渡し会やったじゃない、その後にこう打ち上げっていう形でみんなでご飯行って、でそのご飯会終わりますよっていうタイミングでサプライズでここで発表がありますってなって、次の撮影が決まりましたみたいな感じで、そうサプライズで教えてもらって、そう、え、だからあれいつだったかな、3月末とかかな、もうそう、その時から決まってたの。めっちゃ嬉しかった。そうそうそう、え、本当にみんなのおかげなんです、これはもう。だいぶ発表がまあそうそうなので、撮影は7月あたりに、その舞台もあったりしたしね。愛されとるな、いや、みんなが愛してくれてるからですよ、本当嬉しい。そうなの、結構ね早い段階で、でその時点でその秋頃にその紙面の方でもやって、でデジタルでみたいなところも結構具体的に決まってて、
ね、こうやって雑誌ってこんな先々のやつまで決まってるんだって、それも違う、なんか自分の中で衝撃だった。すごいよね。いやだからもう舞台が終わってからもさ、撮影が控えてると思ったからさ、めっちゃご飯我慢できたよね食べ過ぎないってことね。なんか冒頭も結構出るね、衣装だったしね、ハガレンとかもねだから大阪日さ、早めに前乗りしてご飯食べた時もさ、美味しいけどそんな食べ過ぎてもられないんだよなっていう気をつけながら食べてた、食べてたけどね。卒業前の握手会で似合わせた。え、何を？え、これを？あ、でもその時決まってないんじゃないかな。舞台は痩せるって本当ですか？いや、いや、いろんな状況とか役によるんじゃないでしょうか。今回の写真集のテーマ、テーマはでもやっぱり写真集とはまた違うね、シチュエーションで違う意味でこうもっとしっとり感、大人のしっとり感とか出せたらいいよねみたいな。でもね、やっぱり全然全く別物になりましたね。ゆきゆきです。少し和のテイストもちょっぴり入ってたりするので、そう、小島さんも写真集、しかも最強ですよね。小島さんと中村和孝さんのコラボレーションなんてもう最高に決まってるし、楽しみすぎる。ね、絶対買う、最強だって。前回の写真集の時のチームと同じみたいなこと言ってたよね。優勝ですね、絶対買います、楽しみ。私はね、今回撮ってもらったやつで、でも本当に一番最初に撮ってもらったあのピンクのこう衣装で撮ってもらったやつが好きかな。多分最初に私が出すと思う写真を、すごく気に入ってるんですよ。りんちゃんのチブ、あ、違うと思います、それは。うん、カメラマンさんはね、同じなんですけれど。いや、でもどっちかっていうと可愛いのが多いのかな、自分的に。そうだから後半は多分みんなに会える機会が
増やせたと思うので、嬉しい。なんかやっぱね、みんなに会わないとダメだ、私が私がダメうん、こんなに一人の時間多くなるかと思って、うん、あ、イベント、まずはその今やってる稽古してるんだけど、舞台が10月3日から9日まで三越劇場っていうところでやってて、舞台を、で大阪にもでもやるんだけど13、14でこれでもこうやらせてもらって、終わったらまず10月16日にこの写真集のオンラインのサインだから、こうやって書いて、それをこれが多分デジタルってことになるんだけど、それがみんなに後で届いて、でそれなんか配信でっていう形になるかな。それが10月16日にあって、でもう一つまだ発表してないやつがあるんだけど、なんかワラワラってあってで個人的には10月中にもうオンラインお話し会でみんなと話したいなっていうのがあって、そう、あとリンリンテレポもあってで11月は11月9日にそう FC でファンクラブので生誕イベントやって聞き取れなかった、まあ、10月にまだ日にちは決まってないけど、オンラインお話し会やりたいよって思ってて、一つまだシークレットのものがあるよっていうのと、で12月にもワラワラってやってあとカレンダーもあるよっていう、ちゃんとまたちゃんとまとめて、詰め込みすぎてるのかなこれって。なんかもっとなんかみんなとさ握手会とかやってた時めちゃめちゃ会えてたからあ、そう、詰め込みすぎかしら。うふふ、それはまだ秘密でーすえー、楽しみ。AKB の握手と被らないでほしい。え？被っても関係ないでしょ？わかんないけど。せないと、大丈夫大丈夫、クラブのやつの11月9日のイベントのやつは内容は変えたいなと思って、昼と夜であるんだけど、あ、そっか、 AKB のシングルまだね、こいついいよね、
次誰センターになるんだろうね。ダブルとかかな。なんか今の方が AKB の曲めちゃめちゃ聴くかも。全然サブスクとかで聞かなかったもんな。今出たい今出たい。目撃者好きだけどね、ミネルヴァとか。そういうもんならね。うーん、特に自分が歌ってるなんかシングル先なんだっけ、表題曲とかはやっぱりイベントごとで聴いちゃうし、実際にそこで自分が歌って踊ってたりしてるから、あんまり普段こうプライベートで聴かなかったな私は。全然今の方がめっちゃ聴く。ノムハムルーマとかもめちゃめちゃ聴くもん。過去を振り返るみたいな。あーでもそうだね、そういう感覚なのかな。すごい聴く。振り覚えてますか？いやでもだんだん怪しくなってきた。あの思い出す機会がないからね。でもなんか不思議とエスケープは完璧に踊れるんだよね、なんだか。すごくない？忘れてきた。そう、意外と結構簡単な振りほど忘れやすい。47は一生忘れないと思うね。エスケープは8のライブでめちゃめちゃやってたもんね。わかる、エスケープいいよね。フォーチュンクッキー絶対忘れない。絶対いける。都道府県はね、私ほんと中部あたりから言えなくなって怪しい、本当に。疲れそうだけどね、エスケープ。いやでもエスケープはそんなに疲れる曲じゃないような気がする。大声も多分忘れないんじゃないかな。多分映像見たらいける気がする。あ、メイクノイズはもう忘れちゃったな。今日もめっちゃ可愛いだって。やったーメイクバッチリだしね今日ね。でもやっぱ最近はすごくね、肌すっごい気をつけてる。え、すっごいフィルターとかかけてないけどすっごい調子いいもん。見える？でも画質落ちちゃうんだよねこれね。伝わらないだろうな。え、今ねめっちゃ完璧。すっごい気をつけてるから、ビタミンとかも気をつけて取るようにしてるし、めちゃめちゃ管理してます。
もう一回見せていいよそう、今いい感じです。やっぱね、一番は触らないっていうこと。触らないっていうとちょっとあれかもしれないけど、ちょっと男性陣はなかなかにはね理解してもらえないかもしれないけど、こうメイク落とすとかつけるって時も摩擦を与えないっていう、それがポイントらしいですよ。確かにって絶対すごいコメント頑張ってくれて、そう、落とす時もこうやってやんないで、私はね、あんまりみんな興味ないかもしれないけどこの話、私はオイルでいつも落としてるんだけど、オイルこうやってやってずっともうこうやんないの、ギューって押し込むだけで落とすの。それで落ちるって言ってた。そう、ニューってやって、で洗顔する時も手が、手で直接こうやんで泡でこうやるようにめちゃめちゃ泡立ててって洗って、で流す時も直接手でこうブシャブシャブシャってやらない。そう、摩擦が一番良くないらしいよ。でもなんで女性はこんなにさ、めちゃめちゃさ気を使うのにさ、男性陣ってさみんなそんな肌綺麗なの。でも一回やっぱりメイクとかしだしちゃうと肌がそうなっちゃうのかな、すっごい不思議に思う。だって街中のさね、え、いや本当に男性陣ってさメイクとかしてないのになんであんなに綺麗なんだろうって、不思議で不思議でしょうがないんだけど。だってファンデーションとか塗ってないのにさすごく綺麗じゃない。あ、そっか、ひげ剃りとかあるのか。綺麗か、え、綺麗じゃない。だってみんな私に会いに来るときファンデーションとかしてないでしょしてないよね不思議だなと思うの、いつも。あ、本当？化粧水とか使ってる？あ、そうなの？そっか、そう、そう、そうなんだ。なんか化粧をしない方が綺麗説もあるよね。いいな、羨ましいなと思う。あ、そうなんだ。でも乾燥はしちゃうんだ。知らなかった。スキンケアはしてるんだ。あー、なんかちょっと安心した一緒だったってなった。あー、そうなの。みんなのお肌事情、スキンケア事情。私はもう皮膚科みたいな、みたいなじゃない、皮膚科か、もうそこでもらった買ってるお化粧水とかを使って、で本当にお肌がの調子がいい時にいいお化粧水とかを使うようにしてる。化
時々使うって感じ。あまり高価なものじゃない、大量に使っても大量に消費できるようなもので、すっごく保湿をして、そうそうそう、うん、私が使ってるのは、その毎日使ってるのはそのそこで買ってる化粧水だけど、いい時に使うのはクルードポーテとかハッチとかコスメデコルテ使ってます。使ってなさそうな人たちがなるほどねって言ってる。ありがとう、ごめんね、みんな絶対そんな興味ないだろうけど、うんうんって聞いてくれて。ありがとう。いいからグラビアの話しろよとか思ってるんでしょ。いいからデジタル写真集何着たか言えよって、みんなそう思ってるんでしょ。だってまだ写真出てないから何も言えないんだよ。明日の予約？あれ？また明日、え？あれ？私に関わることだっけ？え？なんだっけ？明日の予約ってなんだっけ？おお！そっかそっか、そうだそうだ、カレンダーのやつか。あ、よかった、リマインドになった。よかった、ありがとう、教えてくれて。みんなと写真撮るときの衣装何にしよう。でも冬だもんね。何がいいかな。可愛いワンピースとかがいいな。今の格好で、これでいいの？めちゃめちゃジャージだけれども、なんかさ、夏服とか可愛いの買うじゃん。買ったけどさ、やっぱ自分の汗ってさ、汚れちゃうというか、せっかくこんな可愛いお洋服なのに汗かきたくないなと思って着ないんだよね。なんかガシャガシャやっぱ洗えるやつがいいかと思っちゃって、逆に着ない。だから今日もジャージに、ジャージで行っちゃった。冬かってね。上も下も長袖の、いや冬だとこの汗、まあ、かいてるかもしれないけど、やっぱなんかそういう意味でもやっぱ秋冬いいよね。これでいいの？これでいいの？着てへん服たくさん、めっちゃある。
来週から秋来る？嬉しい。早く早く。待ってました。カレンダー早く手に入れたい。今日も見ました。あの印刷、もうこれで印刷いくねみたいな、色子のなんて言うんですか、もうこれでいくねみたいな、もうサンプルみたいなのを見て、とてもいい感じにできてました。最高の出来。こんな時間なの？ミッドナイトなくてもやっぱこんな時間になっちゃうんだね。はあ、一日終わるの早いな。ね、日付変わっちゃうね。やっぱ踊らなくなったからさ、運動しなきゃと思ったけどさ、本当に早めに仕事終わった日にはもう何時間も歩いたりとかするようにしてるの最近。2時間ぐらい歩いて2、30分は走るみたいな。昨日それやってね、今日疲れちゃって疲れちゃってたのよ今日も、起きた瞬間から歩きすぎだなと思って歩いた。そうだよね、そりゃ疲れるよねって。いやでもね、いやもうこれ結構自分でも飽きたなと思ったのが、もうすぐに、まあやり方とかそのね負荷のかかり方とかもあると思うんだけど、筋肉痛すぐ来ないなと思った。もうまあでも確かにそんな筋肉痛くるようなすごい筋トレはしてないけど、あ、それの問題なのかな。あれって1日経っても疲労感だけであんまり痛くないなと思ったけど、なんかその後にじわじわ、あ、来た、あ、今かーみたいなそっかーって、私もついに筋肉痛感じるの遅くなってきたんだなーと思って。仲間になってきた。いや一緒にしないで一緒にしないで。いやーっていうのね感じたね最近。最近というかここ2日3日で。うわあ傷の治りが遅いわ。もうめっちゃもうここね3年くらいでそれは実感してるね。傷の治りめちゃめちゃ遅いもん。まあでもさ、もう成長期というものは当の昔にもうそんなものはなくなってさ、皮膚が伸びるみたいなことがもうないから、もうそれはしょうがないよね。もう包丁でやっちゃった声とかもようやく薄くなってきた。あと前から言ってたこのこれもやっと薄くなってきたよね。
もまだちょっとあるんだよな、これ。やっと薄くなってきた。あと最近はもう日焼けがキャンプとね、やっぱね。あ、でもこの今のこのうちの照明だと分かんないよね。もうここすっごい、あ、でもちょっと分かるかな、ちょっと分かるでしょ、これ日焼け、時計焼けやっちゃった。もうすっごく分かりやすいのこれ。今年の夏はちょっとそのキャンプで やってしまいましたね。ずっと気をつけてたのに。いや、でもね、このお家のね、光だからわかんないんだよね。あ、わかっ、ちょっとわかるんじゃないこれ。わかんないか。ちょっとどうにか、わかんないかな。ここが本当の白さなの。面白いぐらいにさ、なんか、ちくわみたいになっちゃったからさ、ちょっと見せたくなっちゃった。ね、結構山の中で涼しいかなと思ったけど、やっぱ日中は普通に暑くて。ご飯の用意してる時にずっと太陽の下で作業してたから、それで日焼けしてしまいました。虫はめちゃめちゃ刺された。あとイタリア行った時もめっちゃ刺されちゃった。すんごく刺された。キャンプより刺された。なんかサンダルとかで歩いててなんかね、ちょっと一つなんかツアーみたいなものに2、3時間のねツアーに参加したんだけど、まあでももちろんそれもさ英語で話されてるからさ、あんまりこう、まあ、見たくて、ある見たいものがあったから、そう、そのツアーに参加しちゃえば見れるみたいなのがあったから、やっぱそのよしよしでこう止まって、その説明はって言ってみたいなのだったんだけど、そしたらもうサンダルで行ったもんだからさ、もう片足だけでもダン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 ぐらいのこんなに刺されてたんだと思って。足出してる人みんなたくさん刺されてた。ほんと信じらんないぐらい刺されちゃった。大型の人は刺されやすいんだ。あー、でもそんなのあったね。なんかなんたら説明書とか昔流行ったよね。いや、でもなんか血液型とか関係なさそうだけどな。いや、私絶対その何型か知らないけど、多分すっごく刺されやすいんだと思う。あ、もう説としては全然、まあ大型の可能性もあるんだけど、あの血液型的な話で言うと、いや、ほんといい加減に調べに行きなよって感じだよね。でも調べる機会がないからな。あ、そうなの。だから血液型占いとか
できないしたことない、わかんないから。そうなんだよ、なんか今日の運勢みたいなやつとかさ、わかんないから見てもなっていう感じなんだよね。そうだから誕生月とか星座占いぐらいでしかできない。私できない人久しぶり見た。俺は餃子美味しそう。占いあんまり興味ない。え、めちゃめちゃ興味あるよ、すごい好き。だから私はやっぱ誕生月で分かるものしか見ててない。ゲッターズさんのとか、私は結構ゲッターズさんのやつ買いますね毎年。私金のカメレオン座なんです。いろいろあるよ、なんたらの羅針盤とか、なんたらのインディアン座とか。でもあれすっごく当たるの、あれ、あれ血液型分からなくてもそう分かるから。信じるっていうか、なんかね、結果的にも当たってることが多かったから、マインド的にこうそのこれは参考にしたいなとか、ここ気をつけようみたいなポイントポイントで、なんか参考にしてるところはあるかも。あ、振り回されはしないけど、うん、なんか仕事運とかすっごく見る。最下位だっけ確か。え、私なんか今年最下位なんですか。え、そうなの。いい占いだけ見てれば引き寄せの法則で現実になるね。なんかいいものだけこうね参考にして、うんうん、なんかそれはわかる気がする。ラッキーアイテムとかあんまり信じてないかもしれないまあね、ランキングとかも確かに。最近どない？うん、でもあんまり楽しみなことあんまないな。別にその配信だから言うとかじゃなくて、本当になんか何かのために今頑張ろうと思う。なんかみんなに会うから、みんなと喋れるから、この日までにもっとなんか自分磨き頑張ろうとか、なんか今そういう楽しみしかないかも。今あんまプライベートで楽しみにしてるとこないな。だからなんかそのファンクラブのイベントの時にまでにもっとみんなに可愛いと思ってもらえるようになんか頑張ろうとかなんか営業してるみたいこれすごいやだなんか恥ずかしいな、なんかやだな。でも夏休み中にやっぱり旅行に行けちゃったとかもあるから、誰かとなんか約束してるとかもないし、なくなっちゃったかも。
友達と食事行くとかない？今ない気がする。なんか全部約束もふわっとしてて、具体的に、まあ、それはね、自分が舞台の稽古とか本番があったりするからできないけど、あ、でも今ももちゃんとなんとなくそのお誕生日だったから、お誕生日だから久しぶりって、そしたらももちゃんがまたお家でご飯誘ってって言ってくれたから、日にちとか決まってないけど、それの約束をしたってぐらい。ないな。あとはいつもご飯食べるときにネットフリックスでアニメを見るとかなんかそういう日々のちょっとした楽しみぐらいしかない。大きな目標ない、楽しみが。いや、だからそのか呪術廻戦ももう終わっちゃうしないんだよね今。うん、だから周りはさ、なんか好きなアイドルとか何推しがいるって言っててさ、今度なんかのライブ行くとかさ、そういうのあって、あ、推しがいるってこんなにみんな生き生きとしてるんだなって羨ましく思いました。あ、いいなって思った。うん、推しが目の前に、私のことキラキラいや、それそういうのがみんなにとってのそれが私だったらいいなとも思うし、そう言ってくれてる人がいるのはすっごい嬉しいし光栄なんだけど、私でもそれないんだよな。好きなアイドルとか今ないな。本当に小島さんの写真集しかないな今。ないな。今テンスラ見てます、アニメは。なんかよく聞くな、見るなと思ってて、今まで全然見てなかったけど最近見てる。あ、そうだよね、あやなさん出てたよね、あの時見てればな。地面師、うん、見終わった。めっちゃ流行ってるよね、あの画像が、トヤエツさんの最もプリティ、プリミティブだ、なんだっけあの、よく見る画像めっちゃ今流行ってるよね。ヒカルの語今見途中です。画像だけ、あ、全部見た、全部見た、全部見た。うん、知ってる、映画見たよ。比較的時間がある。まあめちゃめちゃ忙しいわけではないかな。毎日何かしらあるって感じだけど、余裕は確かにある。歩きに行くぐらいはある。足の子のアニメ2期も見てるよ今。ものづくりは最近、まあカレンダーのやつやってちょっと落ち着いてる今。書きたい欲が、そんなにめちゃめちゃ手を入れたってわけでもないけれど、まあ確かに推しの子もそうだよね、
原作の方はもう結構フィナーレ感出てきてるよね。有利なあれ、最近は漬け込み系が多いかも。タンドリーチキン最近めちゃめちゃやってる。前も一時期すごいやってたけど、またやってる。うん、鶏肉で。つけておくのも簡単だよ。楽楽すごく。チキンマニア、そうチキンマニア。塩と砂糖ちょっととケチャップとウスターソースとオリーブオイルとヨーグルトとニンニク生姜、こんなもんかな。ちょっとまたなんか言ってないやつもある気がするけど、それをこう混ぜて、でも食べやすい大きさに鶏肉カットして漬け込んで、そう、もう自分で作る、調合する。ターメリックを入れない、私は。あ、そうだ、あとその大事なのがカレー粉。まあでも入ってるか、さだったら、ほんのちょっぴり辛いのかな。唐揚げの下準備、まあそうなのかな。味も適当、なんとなくもう目分量でやっちゃってる。ガラムマサラってなんだ、初めて見た気がするぞ。うん、でつけといて、冷蔵庫入れといて、食べたい時に出して20分とかそんぐらいの時間でグリルで焼いてみたいな。あんまり失敗しないね、こういう系だと。感じ。朝いっぱい食べる。私はコキア見に行くの、行きたいけど行けるタイミングあるかな。行けたら行きたいですね。めっちゃ雑談じゃない、今いつもだけど明日そんなに早くもないし、そんなに明日大仕事ではないので、あんまり頭使わなくていいから予習することもなくて、終わるのも寂しくて寂しがりやかってなんかめっちゃ長くやっちゃってるね。話し合えていないかって感じじゃない。まあいないんだけどね。とっても優雅ですわお尻痛くなってきちゃった。いますか。なんか出る気にもならないんだけど、
よくないね、このさ、時間制限ないやつ。今まで12時ピターってね、終わらせられちゃったけど、もう自由だから、自由なもんだからいつまでもやっちゃうよね。ね、自由最高。明日の朝ゆっくり、ゆっくりも朝はないから、もうお昼過ぎぐらいにお家出れば全然明日は間に合うからいいよって感じ。目覚ましかけたくないもん。なんか何でも話題決めないで、なんかダラダラと話せる相手っていないからさ、今人とそんなね、話し合う、最近会う人ってやっぱりあの共演者の方とかで、でもまだあの知り合ったばかりで、そんなに何でもない話みたいなのもあんまりしないから、うざがらみできないか。え、俺これうざがらみですか？え、これうざがらみだと思われている？そうなの、そうなの。あ、でも最近結構ご飯の話とかするけどね。でもやっぱりダイさんとあのゆずるさんお席近いんですけれど。お二人がやっぱりこうね、一緒だったから、あの宝塚のあれで、なんか二人はもともと仲良くって、そう、なんかその輪に入っ、ちょっとだけ入ってなんかお話ししたりとか、そう、お姉様二人がとっても優しくて面白くて、でもなんかさ、結構宝塚出身のこう先輩方と共演する機会結構あった、ある、あってきたんですけど、今までなんか混乱する、なんかその出てるお名前と違う呼び方で呼び合ってらっしゃったりするから、えって、名前どういうことなんだこれって。でもそれもなんか表で触れていい話なのかどうなのか、でも全然 SNS とかなんかそういう表で、いや普通に読んでるし、これどういうことなんだろうって、どっちがなんかニックネームで、って混乱します。へえ、なんかね、その文化ってなんて言うんでしょうか、そういうのがなんか、じゃあ私たちはどっちでお呼びした方がいいのかなって思ったりする。剥がれの時とかも、あのえ、キャラクターの名前ちょっと今ど忘れしちゃった。あ、そう、ラストだ、ラストだ、ラストも「あれ？」って、みんなは違う呼び方で呼んでるぞって思ったり。セシルさんはみんなセシルさんって呼んでる。そう、でもダイさんと話してたら結構皆さんそこつながりがあって、え、その方もお知り合いなんですか、え、そこは先輩なんですか、え、そこは同期なんですかみたいな。そう。すごい
めちゃめちゃ皆さんつながりがあって、えーって面白いなってなります。第3はね、あのハガレの第1弾とか見に来てくださってたらしくて、えー見に来てくれてたんですかってびっくりした。意外とハンターハンターとかでもなんかなんだっけ、あダメだ、あっちの段の人のキャラクターの名前が出てこないや、あのエンビーやってたあのライマくんがハンターハンターに出てて、うん、その役目が出てキャラクターの名前出てこない、なんかそれで一緒だったとか、ええー、みたいな。あと映画の方のハガレンのアルをやってた俳優さんが今一緒で、うえっ、後からしてびっくりした。あれ石木さんがおはようアルとか言ってて、えって思ってどういうことって思ったら、うわそんなつながりがあったんですねって、すごくない？エドアル・ウィンリーできました。ねえ、なんかすごい縁があるなと思って、全然ご本人とこの話全然してないんですけれど今度お会いした時にちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、確かに私なんかメンバーと一緒にならないね今のところね。みんなは結構共演してるイメージある。ヨコとかルンちゃんとか結構、あ、ももちゃんもそうだよね、この間のミャオさんとおだいりもそうだし、私はなかなかみんなと一緒にならないですね。まあ確かにね、なんか女性だけの 2.5 みたいなものに私出てないからね、そっち行くとみんなとね会える気がするけど、今やってる作品系ではなんか合わなそうだね。嘘、おさからばの前作泣かないか、お、本当に、あ、そうだったんだ、えー知らなかった、へえー、調べよう。ゆいはんさんとかね、そうだよね、ゆいはんさんも本当にすごいね、私にとってはゆいはんさんもすごい大先輩であるけど、でもそんなゆいはんさんから見てもきっと大先輩ってなるような、私からするともう大先輩みたいな大御所といいますか、そういうすごい方たちとね共演されてたりするからかっこいいですよね。これからどんなのに参加してみたいとかある？舞台の作品で
でもなんか動くやつやりたいですね。ミュージカルもやりたいなと思います。今ストレートのものをやってるので、やっぱり歌ったり踊ったりするのが自分は好きなんだなと思ったから、ミュージカルとてもやりたいなと思いますね。ブロードウェイ好き、やっぱり歌と音楽がクラシカルな感じがすごい好きだなと思います。メリーポピンズ本当美しかったな。すっごいキラキラしてた。キンキーブーツ見に行ってみたいな。今のところはそんなにもう結構ね、舞台のこう作品の中でも全然違うんだなと思いました。全然違う、何もかも。いや、お客様とかもそうだし、集まる俳優さんたちとかも全然雰囲気が違うんだなって思いました。なんかブロードウェイなんたらって集まった座組とか 2.5 で集まった座組、もう全然本当に別物、世界が全く違いました。舞台って全部一緒に一緒なものだと思ってたけど、それぞれのプライド持ってるプライドもなんか違うなと思ったし、大切にしてたりするものとか。おのおのが感じてるなんかやりがいみたいなものも皆さん違うんだって思いました。一通り経験できてるです。いや、まだ全然私なんて全く経験浅浅の浅浅ですからね。そうだよ、私なんて全然ですよ。なんか両立しててめちゃめちゃ舞台やってる人みたいな、このね、今まではそういうそんな風に映って見えてたかもしれないけど、じゃあこの世界でやってきますってなったら全然ですよ私。もうほんと駆け出しのって感じ。ほんとすごいよ皆さん。いや、映像とか舞台とかも関係なく、もう千秋楽終わったらもう次の日から、もう翌日から
次の作品のもう稽古に入るみたいな、すごいなって。なんなら本番中にもう次のやつのセリフ入れてたりみたいな、それが常みたいな、もうすごいなって思いながら見てます。まあそれはね、私たちもなんかライブなんかやってるけども次のイベントのやつ振り入れしてるみたいな、そういうのはだったから、やっぱどの世界でもそうなんだろうなと思って。ね、本当にやばいね。もう12時半なんだけど。回っても絶対すぐに寝ないと思うけど。風呂入ってって言われちゃった。はーい。早く寝ろって。よかった。早く入ります。眠くないの？全然眠くないね。全く。今から一つ映画見れちゃうぐらい元気。全然元気です。はい、でもちょっともう皆さんが眠そうなので、寝ないのって空気感出てきたから寝ます。寝ないけど元気。うん、またやってきます。2週間か、いや本番まで、まだありますね。頑張ります。え、長く感じます。私はもう来週やろうって、来週やろう本番って思ってる。できてないくせに。いや、その方がもう早く仕上げなくちゃ、早く仕上げなくちゃって、2週間あるからってなっちゃう。もうね、さらなるクオリティ向上を目指して。はい、おやすみ、バイバイ。バイバイ、おやすみ。ねえ、ちょっとほんとね、サトシとマリナありがとね。すみませんね、ありがとう。タワーと後ろ立ててくれてありがとう。おやすみ、バイバイ。クロクル見てくれてありがとう。突然のお別れ。